あっさり雑炊を作ります。はい、鍋にだし汁とご飯、はい、で味付けはもう薄口醤油ぐらいで、ネギを適量入れていただきまして、万能ネギの小口切りですね、はい、卵を溶いて閉じます。はい、あっさり雑炊の完成です。寝る時間にとる夜食ほどあっさりしたもの、そして消化の良いものをおすすめします。はい、出来上がりました。はい、あっさり雑炊です。